小森康弘さん、長官チェックで、ヤクザ集団と見まがう日本維新の、鬼門的な欠陥を述べています。入管難民法改正議論の中で、維新の鉄砲玉にされ、国会内で大暴れした梅村みずほ議員に対し、維新の親分衆は6ヶ月の党員停止処分を出しました。音喜多政調会長らの言う通りにやったのに、組織を守るため子分の首を切ってしまう、まるでヤクザのような世界です。またパワハラ・セクハラ・ストーカー問題の笹川大阪府議会議員は、維新に対して離党届を出しております。少し補足して説明してます。何しようが、維新というのはそういう政党ですよ。そういう考えの人がいるのは分かりますし、ただ、維新はごまかしてすいませんとか謝ったりしてるけど、基本根っこのところではもうそんなもんいらん、外国人帰れっていう人たちの集まりですよ。全員がそうかは知りませんが、党として今実力持ってる人たちはそういう考え方ですよ。で、梅村さんを半年間、党員の資格を停止するというふうに言いました。これはもう全く鉄砲玉に鉄砲玉として行ってこいって言うて、で警察が来たからもうとりあえず差し出しましたみたいな、そんな感じですよね。梅村さんが鉄砲玉ということを認識した上で行ってはったのか、それとも鉄砲玉だとは思わずに行って、橋を外されて後ろから警察の方へ、行くように背中蹴り出されたと思ってはんのか、それは分かりませんけれども、しかしそのもっと上の人ら、馬場さんはじめとする維新っていうのはそういう首の切り方をするところなんだなという印象でございます。維新は木を切る馬場さんの小池百合馬とも接触中と、朝鮮人虐殺を何とも思わない倫理の欠ける馬場、日本は真っ暗ですね。